こんにちは、アイルーです。皆さんは、キラーノーブンブレイク公式チャンネルが投稿していた、宇宙関連の動画は見ましたでしょうか。具体的にはキシリトールノアクッキーの登場予告、みたいな、能力紹介みたいな動画ですが、宇宙の物語ならではの規模感がありましたよね。規模感というと、以前の公式動画でも、宇宙の物語は竜の物語の規模に匹敵する、ということをおっしゃられていた気もしますし、これからは竜の物語は一旦ストップして、宇宙の物語が展開されていく感じなんですかね。その公式動画内で紹介されていた、キシリトールノアクッキーも能力演出がド派手でかっこよくて、の熱意と宇宙のデカさを感じたんだぜ。ちなみに一応、竜の物語と匹敵するのは、世界を巻き込む竜のお話と、宇宙を巻き込む宇宙のお話の、規模感が近いってだけで、竜の物語のように長くは続かず、深海君主やシュガースワンの時のように、単発のイベントストーリーで終わるかもしれません。新アップデート、探せ宇宙からの甘いシグナル、登場、動画の43秒あたりから、翻訳すると字幕でそういうことを言ってることがわかるんですが、今見返してきましたが、解釈が難しいところですね。個人的に、クッキーランの世界の宇宙には興味があるから、続いて欲しい気もするし、これまでの深海軍師とシュガースワンの流れを見ると、単発で終わりそうな気もするんだぜ。あるいは、時の管理局みたいに単発で完結しつつも、続編が来るみたいな。まあ詳しいところは宇宙アップで後半のストーリーの最後がどうなるかを見ればわかるのかな。今回は自分もリアルタイムでストーリー追ってるからバッチリ確認できるんだぜ。それで、そんな感じで、竜のストーリーに匹敵する宇宙のストーリーが始まってるということで、皆さん、竜たちのことをお忘れになってるんじゃないでしょうか。そんなわけで今回は、竜の時代を再建しようスペシャルです。バトンタッチ前も、バトンタッチ後も、どっちも竜を使うスペシャル編成なんだぜ。竜はみんなバトン前適性は当たり前のようにあるので、とりあえず最新の、強化された逆連をバトン前で使っています。そして、竜編成の核となるのは、実はバトン前ではなくバトン後なんですよね。果たして、バトン後で使える竜はいるのか、そこが竜編成を組む上で一番大事なポイントなんだぜ。結論から言うと、竜はみんなバトン後適性あるんですが、使い勝手いいのはロンガンとドラフルだけなんですよね。使い勝手いいというか、今回のバトン後で使えるのはその2種なんですが、ロンガンとドラフルを比較した時に、どちらを使うべきか、これは難しい問題ですよね。いや、ロンガン一択だというのはわかるんだけど。そんな感じで、いろいろあってドラフルを選びました。ドラフルを選んだ理由は、最初に実装されたドラゴンだからですね。竜ストーリーは長い間続いてて、更新されてない期間もそれなりに長いんですが、序盤に実装されたドラフルがかっこよく魅力的だったおかげで、その後の竜への期待が冷めることなく、竜ストーリーが盛り上がった節はあると思います。個人的に、ドラフルとパイノは長い間二人きりの竜として頑張ってたと思うんだぜ。それで、翌年実装あたりからですかね、竜ストーリーが本格的に進む感じがしてきたのは、確かその頃、メインストーリー改編もあって、竜の物語がメインストーリーに組み込まれたんだっけ。ベニーモやミルクも合流してて、その辺のお話好きなんだぜ。そこからはライチの登場からの実装、ラスボスロンガンの登場と実装と、かなり熱い展開が続きましたが、ドラフルは本当竜の物語を裏で支えてた竜だと思います。なんだか、ドラフルとパインと逆連は、ライチロンガンと実装時期が離れてたり、ストーリーで味方になってたり、3人一組感あるんだぜ。色のバランスもいいんですよね。ドラゴンはどの組み合わせでも色のバランス良さそうだけども、そんなわけで、ドラフルはなんだか特別扱いしちゃうんだぜ。そもそもドラゴンを別格扱いしちゃいがちなので、そんな目立つような特別扱いはしないと思いますが、まあある意味どのドラゴンも、違う理由で特別扱いしちゃうことはあります。それで、単純にドラフルのバトン後性能についてだけど、大体第5、2個分くらいの回復があれば噛み合うんだぜ。ところで、ドラフルは強化したことありませんが、一度全体調整が来た時に大活躍してたんですよね。当時はインフレがとんでもないことになってたので、強い子にはナーフ来て、弱い子には強化が来て、全クッキー同じくらいの強さになるようになったことがあるんですが、全体調整後すぐは、小豆味とかが強いみたいな感じになってたけど、気がつくとになくなってて、いつの間にかバトン後はドラフル固定になってたんだぜ。当時ほんとバトン後はドラフル最強でしたよね。多分、レジェンドはスーパーレアより強くなるように調整されてたと思うんですが、バトン前で使う前提だと、全体調整後のインフレにすぐ飲まれちゃったけど、バトン後で使う前提だとまだまだ強い性能してたとか、そういう感じなんでしょうか。昔の話すると懐かしいせいで饒舌になる割に、中身はふわふわしててよくわかんないですよね。そういえば、初めて育てたレジェンドがドラフルだったり、するのかな自分。レジェンドを育てた記憶で言うと、海の妖精の印象が強いんですが、どうなんでしょう。でもレジェンドを目安に、自分のゲーム体験の歴史をたどるのも面白いですね。バイン実装あたりで復帰した記憶もあるんだぜ。当時最新だった長ネギと夏目のどっちを育てるべきか悩んでて、当時は情報を得られる場所がなかったので、勘で長ネギ育てたんですが、環境では夏目ばかり使われてて、ガーンとなりました。その甲斐あってか長ネギが好きになりましたけどね、夏目はライン版で強くて使ってたし、新しいクッキーに出会えてよかったんだぜ。今思えば、長ネギの秘伝技を習得できたのは、その時長ネギを選んだからかもしれません。長ネギは実はとあることをすると、能力の生成スコア上限を増やせるんですよね。確か1万点増える程度だった気がするけど。そんなわけで宇宙に竜の強さを轟かせる編成動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったと思う方は高評価お願いします。おつぶた様でした。のし。